皆さんこんにちは。星野写真家タイムラプスクリエイターの成沢博之です。今日はですね、星野撮影塾 DVD 第2弾でございます。大型赤道儀のセッティング方法ということで、大型赤道儀とは言っても比較的小型の方に入るよねっていうビクセンの AP 赤道儀という赤道儀を使って、まあ、セッティングをするっていうのをご紹介している動画をお見せしたいと思います。前回の第1弾の動画、まあ、ポラリエを使ったセッティング方法みたいな動画を、投稿しましたけども、それの反響が結構あってですね、まあ、皆さん喜んでいただけてるなっていう声を、まあ、各方面からいただきまして、やってよかったなと思いました。天体望遠鏡のその赤道儀の設置ってどうしても紙だとね伝わりにくいところがあるんで、まあ、それを映像でお見せすることによって、あ、これでいいんだっていうね、そういうなんか分かりやすさというか、そういうのが伝わる映像なんじゃないかなと思います。まあ、特にそのバランスのね設定方法とか、あとアニメーションで見せている極軸望遠鏡のこう合わせ方とかですね、そういうのはですね非常に役立つ情報じゃないかなと思います。この後の動画を見た後でですね、ちょっとした補足説明入れますんで、最後までこの動画見ていていただければなと思います。それではどうぞ。それでは次は、このようなですね、大型の赤道儀の、組み立て方、セッティング方法についてご紹介をしたいと思います。先ほどのポラリエと違ってだいぶ大きくなります。で、上に乗ってるものも大きくなりますけども、こう上に乗ってる、機材の、焦点距離とか重さによって、やはりここの大きさも赤道儀の大きさも変わってきます。あとは、撮影したい被写体ですね、星空天体の、大きいのか小さいのかに合わせて、小さいってなるとこういう細い望遠鏡大丈夫ですし、より淡くて、小さい天体になってくると、こういう大きい口径の天体望遠鏡というのが必要になってきます。で、この天体望遠鏡ですね、非常に、焦点距離が長くて、ただの点を撮影するのですごくシビアな精度が要求されます。いろいろですね、セッティングの時に注意点がありますので、そこをご紹介していきたいと思います。はい、それでは実際に赤道儀を組み立てていきたいと思います。今ご紹介で使うのは AP 赤道儀というタイプになります。ビクセンの非常に小型軽量でコンパクトで使いやすい赤道儀になります。それを使って今ご紹介していきます。まずこれ三脚なんですが、今原っぱの上にいますけども、本当はまあアスファルトがベストです。というのも、こういう三脚の先の石突きゴムでですね、もうブレるですね、そのぐらいまあシビアな撮影になります。本当は、こういうふうにですね、中にスパイクがありますので、これを出して、アスファルトの上で撮影するというのは本当はベストです。ただまあこういう原っぱの上でも、しっかりと固定できてれば撮影できないわけではないので、まあ、できればアスファルトの方がおすすめですよというところをまずご注意ください。で、この三脚の下にですね、こういう金属のパーツがついてます。これ北極星を合わせるときに非常に大事な水平視点というものなんですが、これ絶対なくさないようにしてくださいね。はい、でこの上に赤道儀を立てていきます。これが AP 赤道儀というものになります。これでも結構ちっちゃい方なんですね。本当はもっとでっかいものなん でここで下のこのパイプを回して赤道儀本体を固定していきます。はい、でこのネジを締めて、固定をします。はい、で次に、天体望遠鏡、こっちに望遠鏡も載せますけど、こっちに重りをつけてバランスを取るんですね。そのウェイト軸というものをつけます。これですね、
取り付けました。次にバランスウェイトですね、こちら1キロっていうやつですけども、これを取り付けて、このウェイト、このバランスウェイトが抜け落ちないようにですね、止めるやつですね、これを取り付けます。はい、でこっち側に天体望遠鏡を乗せます。今もカメラついてっちゃってる状態ですけども、天体望遠鏡にこの今、カメラがついてる状態です。まあこういうふうにですね、取り付けていきます。ここで注意点がですね、ここにあるネジ2つあるんですけども、こっち片方のこのシルバーのやつが抜け止めネジというやつになります。こっちを先に緩めても望遠鏡が落ちないようにこのネジがあるんですけど、これ先にこの黒い方を回すとこっち回らなくなっちゃうので、取り外すときは先にこっちを回すようにしてください。取り外すときは黒からではなくてシルバーの方から、取り外すようにします。まあ、2つもこれしっかりと固定してください。こちらがファインダーってやつですね。焦点距離がとても長い、撮影になりますので、これがだいたい300ミリぐらいの焦点距離の望遠鏡になります。これをで、照準を合わせて撮影をするという、流れになりますね。で最後にこういうコントローラーがあります。このコントローラーで、赤道儀を制御します。これを取り付けて、組み立てはこれで完了です。はい、重要な注意点をいくつかご紹介したいと思います。まず、バランスですね。この赤道儀ですけども、先ほどお伝えした通り、星空を追いかける、アイテムです。で、まあ、これがゆっくり1時間に15度っていうスピードでこうゆっくり動くんですけども、バランスがこっちとこっちで取れていないと、こういうふうに今望遠鏡側は非常に重たい状態なんですね。こういう状態だと、まあ、このような体勢で、撮影をしたときにこっちの方が重たいので、正確にこう星を追いかけることができなくて、カクカクカクっていう感じになって、星が点で取れないっていうことが起きます。なのでこっちとこっちの重さを、同じにするのが必要なんですが、今どうやらこのバランスウェイト1キロだけではバランスが釣り合わないようですので、こちらの重りをもう一個重たいのにしようと思います。これバランスウェイト 1.9 キロというものですね。これを取り付けまして、で、こう緩むと、わかりますかね、だいたいこれでバランスが取れています。まあ、もしこれがもうちょっと内側にあるとやっぱりバランスが取れませんので、まあ、大体バランスが取れる位置ですね。反対側にこっちだけ重くても良くないので、ちょうどバランスが取れる位置を探してセッティングします。はい、今この重り側と望遠鏡側の重さをこう釣り合わせた状態です。でこれだけじゃなくて、今度この望遠鏡のカメラ側と望遠鏡のこの前側ですねの重さも、バランスを取らなきゃいけないです。でこれ今緩めてみると、もうカメラ側の方が重たいんですね。これだとやっぱり、正確な追尾、星の撮影ができないので、望遠鏡をもうちょっと前に押し出してずらして、バランスを取ります。このぐらいですかね。はい、前にずらしました。じゃあもう一回確認してみましょう。大体大丈夫ですね。この、ちょいちょいとこう動かして同じような動きをしていればバランスが取れてます。もしずれていたりすると、やはりどっちかに対してこう偏って動いてしまいますので、まあ、しっかりと止まる場所ですね。でなおかつこうやって動かして同じスピードで動いてるかな、
っていうのを、まあ、大体でいいです。こういうふうにバランスをとってください。でまあこれで、こちら側の重り側、望遠鏡側、それから望遠鏡のこの前後をですねバランスが取れた状態です。ここで、北極星に合わせるっていう作業をしていきます。ポラリエと同じくこの赤道儀 AP 赤道儀というものですけども、こちらも、北極星と向かい合わせにすることによって、北極星、星空の、動きをこうしっかりと追いかけてくれるという装置になりますので、ポラリエの時とは違って焦点距離が長いので、極軸望遠鏡というこのアイテムを使って、実際に北極星を入れます。でこれ実際300ミリぐらいの、北極星を入れるためだけの望遠鏡です、まあ、そのぐらい精度が必要になってくるんですけども、使い方はまず、今見えている、これ北を向いているわけですけども、向いている状態で北斗七星かカシオペア座が見えると思います。まあ中を見るとその北斗七星とカシオペア座が書かれていて、まずその見えているカシオペア座と北斗七星の角度、同じ角度になるような感じでこのスケールを回していきます。で大体合わせたら今度は、北極星を実際真ん中にあるポラリスっていうふうに書いてあるところに入れていきます。やり方はまずここのネジを緩めるとこれに左右にですねちょっとずつ動きます。でこの左右の微動とそれからこっちが上下ですね、上下の微動、これを使って、実際の星を北極星を合わせていきます。まあ、こういう感じですね。だいたいこういうふうに三脚ごと動かして、で調整してこういうふうに北極星を合わせていくという感じですね。でこの時に両目開けていた方が見やすかったりします。まあ、片目つぶってでも両目つぶってで両目開けてでも、見やすい方でやっていただきたいんですが、両目を開けてみるっていう手もありますので、それでもやってください。で実際これで北極星を入れましたってなると、北極星の横にですね、もう2つ星を入れるスペースがあります。コグマ座のデルタ星っていうのと、ケフェウス座51番星っていうのを入れるところがあります。北極星の次に明るい星2つなんですが、その基準となる星を、端っこの、そのスケールの中に入れてください。こうして3点で合わせることで、より正確に極軸設定、北極星の合わせることができるようになります。まあ最初は無理やり3つじゃなくても2個だけでもいいので、合わせて、それでセッティングをしてみてください。で実際そのスケールの中に星を入れることができたら、実際あとは好きな方向に天体望遠鏡を向けて、撮影を開始するという流れになります。カシオペア座と北斗七星の向きがよくわからないときは、アプリを使って、見つけるという手もあります。ビクセンで発行している、PFL アシストというアプリが、無料アプリがあります。これを使うと、今その時間帯で、どこに北極星、カシオペア座、それから北斗七星があるのかっていうのを表示してくれますので、これを元にして、実際に見える星と照らし合わせながら、赤道儀の設定をしていくっていうのも、一つの手です。まあ、こういうふうに練習してみてください。はい、皆様お疲れ様でございます。ありがとうございました。それでは補足説明なんですけども、まず一つセッティングのそのバランスの取り方のところなんですけど、動画の中では結構シビアにね、このバランスウェイト側と望遠鏡側をこうバランスを取るっていうのをやってましたけども、バランスウェイトと望遠鏡がこう水平に並んでるような状態だと、バランスが完全に取れているとこう中で噛んでる赤道儀のギアがどっちつかずで噛まなくなっちゃう。でそれが追尾エラーにつながるっていうことが起こるんですよ。まあ、そういう時はバランスをちょっと崩してギアとギアを噛ませてやるというような、設定方法もまあ必要だよということで、これまあまたね別の動画で詳しく説明できればなと思いますけども、でそれがまず一つ目と、で二つ目がですね、極軸望遠鏡の設定方法のとこですね。こう望遠極軸望遠鏡を覗いた時にどれが北極星か分かんないっていうのがね、全部点ですから、そういうあるあるがあるんですよ。でそういう時はまあこういうふうにですね、山とか木のすぐ上に北極星が来る位置に望遠鏡を設定するっていう風にしてみるといいと思います。そうすると極軸望遠鏡を覗いた時に上下が分かるんですよね。木とか山が映るから、
だからそのすぐ上に光ってるのが北極星なんだなっていうのが分かると思います。まあ北の周辺ってねそんなに撮るものないので、そういうふうにやってみるといいと思います。これが補足説明の2つ目ですね。まあ、当時の私って本当赤道儀のそのとっつきにくさというか分かりにくさというか難しさというか、まあそういうのをですね何とかしてこうクリアしたいなっていう熱意があったんですよね。まあ今もないわけではないですよ、あるんですけど、なんかそういうのを私もなんか昔の自分の動画を見てちょっと感じてですね、なんか刺激になったなっていう感じがしますね。第3弾もですねまた見に来ていただければなと思います。それでは今日はここまでになります。また次の動画でお会いしましょう。さよなら、バイバイ。したっけねー。どうもどうも。